皆さん、こんにちは。今日もパシフィックドライブやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回、アノマリーのバリケードを突破しました。次が道の終点ということで、泉まで行く道を見つけるということですので、ここが目的地ですね。めちゃくちゃ遠いな。一番奥になる場所ですね。今日はここに行ってみましょう。まあ他は別に調べなくてもいいかな。大丈夫ですかね。ああ、結構5つ貯めないといけないみたいですので、まあ、どこぐらいだな。最短でも1、2、3、4、5個ぐらいですね。エリアをまたがないといけませんので、まあ、行きましょうか。最初の方にできるだけエネルギー集めていって、可能ならば、まあ、初めにゲートの方のエネルギーを取ってしまいたいですね。よし、では行きましょう。さあ、まず最初のエリアですね。ここは、まあ、通り道にアンカーあるので、今1個だけ取ればとりあえずいいかな。よしよし、最後の奥の方だと結構な量が必要ですので、ほぼ、まあ、フルに近い状態で取っていけたらいいですね。アイテムの方は今のところ家とかはないので、そのまま素通りと。あとはなんか目ぼしいものがあれば取っていきましょうか。ただちょっと道が本当に長いんでね、あんまりやりすぎると後で大変になりますので、行き過ぎないようにしましょう。危ない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 。マジか。電気来たな。電気で早速食らったのかな。それとも、あれか。しっかりと飛来心で受けただけですかね。よし、とりあえず、あ、間違えた間違えた。ということで、ライト、アンカー取ってきましょう。まだなんか全然やってないのにな。どうしよう、プラズマも取っていくか。プラズマ取っていきましょう。3つですね。やばい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 。よし、避けて、3つ壊していこう。1個、あ、やばい、食らってるな。一応なんか、防電のなんか服の方は作ってありますね。この道を、最後の道を出すときにキャンディートリーの方が見つかりましたので、洋服の方が少しアップグレードしてあります。よし、こんな感じかな。もう1個取ってくるか、せっかくなんで。ここは1つか。はい、来るよ来るよ。よし、さあ、プラズマ手に入った。次にアンカーですね。アンカー持っていこう。道の方がどっち方面だったかな。覚えてないな。あ、いいや、アンカー取ってすぐに旅立ちましょうか。はい、まず1個目のアンカー。おお。さあ、出てきてましたね。で、こっちの方まっすぐ。ですね、もうちょっと斜め前に進んでもいいかな。道の方にもう一個出れそうな感じなので、このまま出てしまいましょうか。よし、 OK。 でどっち側だ。左手側に家かなんかがあるのかな。右手側か。右手側にゴミ箱か。これは少し遠回りする。どうしようかな。せっかくなんでライトとか取っていった方がいいかな。よし。さあ、これは吸引器を使っていきましょう。ここのライト吸引器でバルブとかが取れますね。よしよしよし。まあ、全部ちょっと取れませんでしたが、こいつら回収していきましょう。あ、どうしよう。向かいの方も取っていくか。さあ、こちらの方からも取っていきます。 HP 回復感じですね。1個使ってしまえばいいか。いっぱいあるので。はいはい。ということで、こちら、なんか10個の束の方から使われてるな。おっとっとっと。これを置いてと。さあ、向かいましょう。次の場所はどこだ。このまままっすぐの、なんかこっち側に、右、こっち側になんか道があるのかな?あー、こいつか。これですね。道がある。で、この道を走っていくと、
出る場所につながる道がありますね。ここは多死してアイテムとか取る場所ないと思いますので、そのまま次のエリアまでもう行ってしまいましょうか。2つ目のエリアですね、先ほどのところの最後の方で、なぜかですねタイヤがパンクしてさらに緩みもあったので、一応直してはあります。結構早めから終わってしまってますね。でこれはどうしたらいいんだろう。あ、とりあえず1個取ってくればいいのかな。取ってきて、わめちゃくちゃ来るな、やばい、エンジン、まあいいか、パーキング入れてないけどそのまま行くか。とりあえず取ってこよう。取ってきて、そしてもう1個しかなかったと思いますので、まあここはもうす、目的地の方を向かってしまいましょうかね。アンカーの方取っていきます。よし、これで OK。まあさすがにあそこまでは届かない。ああ、やばい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 。これダメージ食らう？ダメージ食らうか。まあしゃあないな。はいはいはい、これはまあ飛ばされましたが、あ、ちょっと待って、飛ばされた衝撃で落ちてった。これ何何何何、戻ってきたのか、なんか来たのか、それともまあいい感じで届いたので、まあよしとしましょう。あー、やばい、あいつか、違う違う違う、よいしょ、なんか紐状のやつが来るのかもしれないな。でこれは左に行く、よし、さあこちらの方は避けていく。で電気の方、バッテリーの方はどれだけ必要なのか分かりませんので、ああいるね、あいついるな。雲状のやつはブロック、ブロックかけていこう。で道合ってる、道合ってるのかな。少しドリンクを飲みたいところだけど、いやまだいるのか、紐状のやつが。やばいやばいやばい、危ない、ちょっと遅かった。遅かった。むっちゃ飛ばされたよ。すげえ飛ばされた。ああ、ダメージ食らう。大丈夫か？結構ダメージ食らっちゃいましたね。あっと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 。さあ、HP 回復。やばい。また紐状いるな。紐状のやつがいる。道が、もうかなり、ベゴベゴだ。タイヤ、あ、やばい。エンジンがなんか、ダメージ食らってるな。まあ強い衝撃落ちましたからね。燃料の方は大丈夫。さあ、どんどん急ぎましょう。まだ、あと4エリアかそこら行かないといけませんからね。で、まだまっすぐで OK。で、ここは左か。さあ、ここでまっすぐ行きましょう。で、ここは危ない。いや、もう道が合ってないようなもんだな、これは。やばい、また紐状のやつがいるな。で、ブロック。バリア張っていこう。さあ、どんなもんだ？どこかがわからない。今どこだ？やばい、いつの間にかずれてた。道がずれてましたね。こいつ吸い取りたいけど、紐がいるので、取らずに行くか。どこだ？これで道に乗ってる？やばい、全然迷子になった。道が分からん。これはいけるのか？避けた方がいいのかな？さあ、とりあえずこいつを避けましょうか。いけるかな？通れる。ああ、やばい。飛んじゃった。触れちゃったのか。火は通り抜けるけど、ああ、嘘だ。えらいことになった。ははっ。大変ですね。あ、でも、そこまでなんかダメージが食らってる感じはしないな。OK。まあいいや。壊れてはいない感じですね。よいしょ。さあ、これもどうしよう。3のところ通っていくか。もう仕方がない。ここを通っていこう。さあ、やばい。そしてまたタイヤが行かれましたね。タイヤすげえ行かれるな。どっかで直そう。よし、ここらでちょっと直しましょうか。いやー、大変だな。全然進んでないのに。さあ、問題は、やばいな。なんか変なのがいる。こっちじゃないな。ん？どこのタイヤだ？ここか。さあ、何が、密封キット、やばいね。一応これは多めに持ってきていますが、パンクが、
ひどいね。さあ、ちょっとエンジンも見ていこう。あ、なんか鳴ってる。整備キット。整備キットは1個しか、あ、2つあるか。よし。早いな、使うのが。さあ、一応直していきましょう。よし、OK。いやー、早めにいろいろなものが、もうちょっと装備持ってきた方が良かったかな。で、こいつは持っていっときましょうか。まだ2つしかエリア終わってないのに。ダメージの方は特にやばい、ないですね。そしてやばい。嵐が来る。嵐が来る前に、ああ、飛んじゃった。おお、またダメージ。そしてドアがなんか、ひび割れしたかなんかか？おお、やばいね。さあ、次のステージ行っちゃいましょう。さあ、3つ目のステージですね。ここはどうするべきかな。エネルギー結構溜まってますね。このドアは割れてるだけか。割れてるのは、密封機とかなんかで直せるんですけど、まあ、パンクした時用にちょっと取っておきたいと思います。いやー、もうかなり深いところ行ったな。さあ、道はこの道だね。で、もう次のエリアに行ってしまいましょうか。エネルギーの方結構溜まってるので、まあ大丈夫かな。あと1個ぐらい取ればフルでいけるのではないかと思っています。で、あとはここを行く。で、少し道があって、で、トンネルかな。トンネルか橋下を行く感じですね。ここは簡単になんか抜けれそうだな。あ、トンネルですね。他は特に壊れてないので、まあ問題なしと。よし、アイテムが全然取れてないのが気になりますが、まあしゃあないか。ここのエリアなら若干取っても問題なさそうな感じはしますね。ライト一応つけてみよう。ライトがちょっとな、見づらいんだよな。で、ここか、左ですね。いや、もうここいるね。危ない危ない危ない。いやー、これ怖いね。通れる道が少ない。よし、OK。でも、続いては、このままもう何もなくエリア越えてしまいますので、行きましょうか。4つ目のエリアですね。まあ、ここ、ああ、取れるな。うん、途中で1個取れますね。そして、この次が一応目的地の、あ、なんかぶつかっちゃった。あ、またパンクしたのか。右のタイヤ。パンクかなんかですね。ぶつかってすぐパンクするな。あ、やばい。パンクじゃないのか。これ、破裂か。やばい。直すことができない。ペアタイヤかなんか作れるかな。何もアイテム取ってきてないので、あ、こんなところで。あ、スペアタイヤ、なんとか作れる。これで引こう。こいつがいけますね。なんてことだ。こんなところに来て、パンクがえらいことになりましたね。もうこんな予備用タイヤで行きましょう。もうあれは捨てていこう。とりあえず、まあ、素材にしてもよかったかな。とりあえず行きましょうか。まずは、アイテムちょっと回収していかないと、本当そろそろやばいですね。何もない。ただ、家はいいか。やばいやばい。なんか爆発してる？いや、危ないね。やばいやばい。なんか、そういえば、こう、メテオがどうたらこうたらって書いてあったら、隕石の方があるみたいですね。やばい。あそこにアンカーがある。けど、放射能がめちゃくちゃあるんだけどな。取りに行くか。やばいやつですね。5。かなり厳しい。こいつを取る。あ、取れてない。急ぎすぎた。よし。やばいやばいやばい。ブレーキ。パーキングかけてない。パーキングかけてないよ。よし。オッケー。パーキングかけないといけなかった、やっぱり。危ない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 。よし、行こう。行こう。異常。ああ、嘘だ。乗っちゃったし、入るし、えらいことになった。いやー、そして、おお、危ない。なんだこれ。出てくる。なんかあったけど、まあ、もういいですね。ああ、やばい。よそ見した。危ない、危ない、危ない。で、ここにあるのは、ちょっと取っていきましょうか。いやー、よそ見して。ああ、ちょっと待って。嘘だろ。こんなのあるのか。
アイテムを取らないと本当にまずいぞ。よいしょ。あ、やばいね。なんか爆発してるのか地面から湧いてるのか分かりませんが、えらいことになってます。よし、アイテム回収。こいつはぶっ壊せるのか、コンピューター。よし、取っていく。さあ、怖いね。よし。いやー、怖い怖い怖い。そして、ちょっと、ボンネットとか直していくか。さあ、どれぐらい来るんだろうな。最後の方になるので、結構、あー、やばいやばい。こんなところでやっちゃダメだ。こいつも置いていく。さあ、もう、いいや。次のエリア行っちゃおう。エネルギーの方は、あ、足りてますね。大丈夫。お、危ない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 。危ない危ない危ない。なんかすごいことになってる。ダメージもえらいことになってるな。もういいや。ここは、やばい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 。下からえらいことになってる。はっはっは。ちょっと待てよ。まだ行かないといけない。この道を行って、放射能の方は大丈夫。あ、やばい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 。異常現象のとこ突っ込んじゃった。さあ、やばいですね。全然効かない。コントロールが効かない。なんか食らった。えらいことになってるな。ダメージが。待って、ダメージがやばい。いや、さすが最後の方だけあるな。よし、さあ、そして、右に曲がって、また左に曲がるところが来るはず。そこまでは、うわぁ、何踏んだ。何踏んだんだ、いきなり。全然わからん。そして石、家かなんかがある。いや、ここ大変だな、本当に。車がすでにボロボロだ。タイヤがよくパンクするんだよな。さあ、そしたら、このまままっすぐ行って、道沿いですね。もうだいぶ落ち着いてきたのかな。ガソリンの方はだいたいどれぐらいだろう、4分の1減ってるかどうかぐらいですね。タンクでっかいの2つ積んでありますので、まあ、量だけはめちゃくちゃあると。はい。で、左曲がり、よし、もうちょっとだね。もうちょっと行って、右があれば右の方に曲がっていきましょう。まあ、ちょっとエリア越えるちょっと前ぐらいでできたら一度修理して、いけたらいいなと思ってます。ここだ。ここですね。いや、アイテムの方全然取ってないんだけどな。取れる余裕はあるのかな？ないかもしれないし。ああ、あるのか？ここ来たら結構落ち着いてますかね。よし、油断してるけど、行きましょう。直すのは側面パネル、ドア、あと前か。ちょっとアイテム取って、ていく。せっかくこの奥のゾーン来てるのにな。奥のゾーンのものが全然取れてない。危ない、やばい。ここも降ってくるのか。待って。えらいことになってるな。ちょっと直していこう。ボンネットとこの、ここですね。パネル系がやばい。バンパー。修理パテあるかな。ボンネット、そして側面のこちら。よし、タイヤの方は大丈夫だよね。とりあえず前だけ直しておこう。ドアは、まあ最悪なくてもいいか。よし。さあ、これで行きましょう。で、もうあとはライト壊れてますけど、まあエリアの方を越えてしまいましょうか。さあ、一応ここが最終エリアですね。ディープゾーンのところになっています。あれ？一本道だ。さほど難しくないのかな。そして、イベント関係があるので、あれか、そんなに時間とか制限されることもなさそうかな。アイテムの方、ここでなんとか取っていけそうですね。いよいよこの先が道の終点かと。やばいな、すげえ左に取られるけど。タイヤパンクしてるのか、なんかしてるね。待って。その死に意味があったのかと。またこのタイヤか。パンクしてますね、確実に。いやー、このタイヤすぐパンクするな。パンクしないタイヤの方がいいかもしれないな。よし、行きましょう。
で、あとは、まあ、向かっていくだけなので、電気もそんなに必要なかったな。アイテムはないのか。仕方ない。アイテムここで稼ごうと思いましたが、アイテムの反応ありませんね。まあ、文字を読んでいけということか。あなたのそばにいられて光栄だったよ、ターナー博士と。はいはい。そして、なんか赤いやつありますね。なんかすげえ基地があるな。車が急にいっぱい出てきて、アイテムいっぱい取れそうな感じになってきましたね。とりあえず進む。ここ降りたところに、ああ、いっぱいあるね。ちょっと一旦、アイテムの方が全然回収できてないので、少し回収しに行きましょうか。ここにあるって言ってるな。ありますね。あるけど、しょぼいやつだな。あ、なんかめっちゃ笑ってるよ。博士らむっちゃ笑ってる。ああ、行っちゃった。本当にアトランティスにつながってるなら、なんとかかんとかと言っていますね。わあ、なんかある。コアみたいなやつがありますね。あそこに向かえってことなのかな？で、どうしよう。ガソリン入れとくか。まあ、何も異常がない状態なんで余裕なので入れましょうか。ちょっと届くか？届かない。届きませんでした。もうちょっと寄っていかないとダメなんだよな。こんなもんかな？これでいけるかな？よし。で、ガソリンを必要なのかどうかわかりません。あ、ダメだ。届かない。最後の手段だ。後ろのタンクからちょっと入れよう。よし、ここですね。いけるか？いけるか？あ、こっちはタンクいっぱいだ。入らない。よし、諦めよう。なんだかんだでもう諦めですね。さあ、アイテムの方、パネルか。取っていく。いや、でもなんかあんまりいいパーツとかはない感じですね。初期のようなパーツか。タンクローリーはどうかな？サマータイヤか。オフロードタイヤとかではないんですね。まあ、しゃあない。取っていこう。ドアの方はどうかな？これ違う。ドアない。仕方がない。もうこれ次行こう。そこそこ、こまこましたのはいっぱいになってきたな。で、行く。よいしょと。一応、違う。これでもう一回打っていくと、もうちょい先にある感じですね。ああ、またエンジンが、そして、ダメージ食らってるのか。さあ、車が上の、ああ、いいね。黄色いやつ良さそうな感じだ。さあ、ここでしっかりと集めていきましょうか。これが走行ドア。これいいやつですね。よし、パン、あ、オフロードタイヤもあるな。これ外せたらいいんですけどね。外して取っていけると、ほんとありがたいんですが、今、補助用のタイヤで過ごしてますからね。作れるかな？作れないかな？オフロードタイヤさえ作れてしまえば、なんとか治る。この後なんだろう？イベントの後何があるんだ？泉までとりあえず来てますので、泉でなんかするとかそんな感じですかね。よし。さあ、とりあえずアイテム拾う。よし、ああ、もう持てなくなってきたな。ああ、なんか飛んでる。異常現象も起きてるな。よし、とりあえずこれでいっぱい、こっちの方に移しましょうか。で、あと何があるって言ってたっけな。どこに何があるのかわからなくなってきた。こっちの扉を取っていこう。いや、まあ本当にアイテムの回収がここでしかできていない。あ、またなんか上の方にもあったけど、こいつか。これはまあいいでしょう。さあ、では続いて進んでいきましょう。一本道なんでね、まだ助かる。加速装置は取りません。よし。で、続いてはまあこれ普通のやつですね。
もう一回打つか。電気の方、バッテリーかなりいっぱいありますから、問題ないでしょう。100メーターのところに上になんか乗ってるのと、ここにも、ああ、ここにも走行のやつかな。いいやつかな。さあ行きましょう。道ももう半分は来てますね。一応上の方にあるやつから覗いていくか。登れるかな？なんだろう。お、さあ、ドライバーもう少しで境界線かなんかって来てるね。ガンマ線をバーストで押さえ込むからと言っています。まあ、なんとかしてくれるってことでしょう。さあ、とりあえずこれを取っていく。スクラップ取っていきましょう。いや、いいパーツ取れますね。では、こちらの方で、パーツの方はだいぶ回収できましたね。少し片付けましょうか。さあ、とりあえず、こちらのタクシーみたいなのを取って、荷物の整理しました。それとエンジンが壊れてましたので、エンジンの方の修理もしておきました。よし、さあ、そしたら、もうあとは直線なのかな？もうちょっとあるな、車の方が。斜めのやつはちょっと取りづらいんですけど、ここもちょっと見ていくか。走行パネルがついてそうな車だけちょっと取っていきましょうかね。正面のこの車あたりはどうかな？スチールパネルかなんか。もうアイテムは結構いっぱいになってきていますので、あんまり入れることができませんね。さあもう、あと、そうか、もう飛び込むだけなのか。ということで、飛び込んでいきましょう。どうなんだろう？家に帰るのか、または違うエリア行くんですかね。さあ、突っ込んでいきます。幸運を祈ってるよ、ということですね。さあ、どこまでだ？もうちょい置くか。中心まで行けそうです。たどり着いたら、車から降りられましたね。OP、うまくいった。オシロスコープの測定値はと。あ、アレン大丈夫よと。光で、アレンは、もうあれ、死んだ人かなんかでしたよね。あ、どれどれ。500キロジュール、OP、なんだこれはということで、ちょっと進む感じですね。どんどん進んでいけばいいと思いますので、進んでいきましょうか。あれ、行き止まり来た？びっくりした。すげえジャンプした。おお、そしてダメージ食らったよ。これ何なんだろう。テレビがいっぱい。で、なんかスタビライザーかなんかの装置みたいなのがありますが、特に何もできない。あれ、もうそんな時間と。これ何だろう。ARDA をやめろ。あ、これ多分この異常現象のオリンピックのところの昔のやつなのかな。で、なんか光ってるな。ライトがあるのか。オリンピックやるべきことは尽きないねと。分かってる。ごめんなさいと。君のそんなとこも好きだよ。ただ君は本当にこの研究を手放せるのかな。嫌なら無理することはないんだよと。あなたは私のそばで働くために全てを投げ出した。ならフェアにやらないとと。LIM テクノロジーは君が見つけた世紀の大発見だ。フェアかどうかなんて、些細な問題さと言ってますね。子供を作るって約束でしょ。こんな場所で子供を育てたから。そうだね。8人は欲しい。まあ、異常な場所ですからね。よしよし。ということで、OP が結婚してた時の話なのか。で、もう何もなくなったので、ちょっと進みましょうか。もう全然道見てなかったけど大丈夫かな。ひたすら進んでいけという感じですね。で、どうすんだこれ。出口を探すか。そんな感じなのかな。あ、また行き止まりですね。ジャンプなのか、ひょっとして。あ、ジャンプですね。あ、なんかある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 。あるけど行けない。危ない、危ない、危ない。なんか、危ない。引っかかってる、引っかかってる、引っかかってる。ここ、あ、危なかった。ここに来てスタックしたかと思った。さあ、明るいところ。トバイアス、引っ越し屋が来たよと。あれ、なんで肉作りしてないんだと。退去命令かと。
ちょっと眩しいな。廃墟命令なんて知ったことが、ここを離れたら壁の内側を見ることは二度とできないんだぞと。これまで俺たちが調査してきた波紋とか沼地はどうたらこうたらと。俺はここに残って謎を追うと。たどり着く先がどこだろう。あれ、これフランシスか誰か若い人でしたよね。確か途中から出てきた人かな。さあ、そしてここもジャンプ。あんまり横見す、よそ見してると、ひたす、スタックしてしまうので、まっすぐ行きましょう。これは取れない。委員会の決定を伝えに来たわと。あなたは実験データを改ざんし、あ、ARDA の行動規範に対する明らかな違反を犯したと。ここに残って仕事を続ける。どうたらこうたら聞きますね。フランシスが改ざんした人なのか。月曜に会いましょう、クック博士と。さあ、また進む感じですね。で、ジャンプか。よし。まあ、これなんだろう。過去の記憶をどんどん見ていくというような感じ。あ、これはこっちでなんとか安定を保ってきて、エネルギー流出が増大して、これじゃ、あ、やばい。なんか、現実に帰った感じなのかな。聞こえてるなら、今すぐ戻ってきなと。ただ、どうやって戻ればいいのかがわからない。驚いたな。トバイアス？一緒にゾーン残ってくれて、どれだかがちゃんと伝えてなかったなと。一緒に過ごして最高だったよと。キノコを集めて沼地をアクセス進んで、膨大な量の音声記録を継ぎ合わせてさあと。一瞬たりとも無駄な時間はなかった。ありがとう、何もかもと。君は僕に自信を与えてくれた。不可能はない。僕はただの人間の科学者じゃないってねと。僕の幸せ全部君にもらったものだ。だからこそ君なしで生きていけるのか不安なんだ。俺の力じゃない、お前の力だ。最初からな。アレンがよろしく言ってたぞと。なんでまだ助言を聞き入れないのか。首をかしげていたと。いや、なんかピンク色になってきたな。ライトがピンク色ですね。ドライバー、ダッシュボードにいるのはアンバルーか。ああ、そうだ、なんかクマのやつをオピーが持って行ってくれ、オピーかな、誰かが持って行ってくれって言ったんですよね。あ、やばい、ワーニングになってる。こういうならこれ以上泉を安定化させるのは無理だ。どこにいるにしてもなんとかかんとかって言ってましたね。え、そんなこと言ったって出れないんだよね。これ何、走っていかないといけないやつか、時間制限とか来るやつかな、どうなんだろう。さあ、とりあえず、まあ、進むしかない。いや、なんかやばい。画面が真っ赤っかになってきた。さらにジャンプ。やばいですね。緑色。どこから出れるんだろう。ワーニングになってる。全部の画面がワーニングだ。あ、なんか抜けれる。抜けれる。あー、車行った。車い、あ、しかもエンジンかかってくれた。オッケー。エンジンはパーキング。ああ、あれがない。ナビがない。さあ、とりあえずこれで脱出するのかな。ああ、なんかイベントを見に来たって感じで戻る感じなんですかね。よし。ああ、なんか浮いてるね。やばい。なんか音楽が、音楽がやばそうな感じになってる。加速。やばい。ひょっとしてあれか。時間制限内に脱出しろとかそんな感じですかね。やばいぞ、これは。しかし、危ない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 、えらいことになった。おいしょ、おいしょ、えらいことになったぞ。タイヤは持ってる、やばい。でも何も時間制限なしですね。ただなんかドン、ああ、上から降ってくるのか。やばいやばいやばい、危ない。あ、これやばいぞ。故障はしてないみたいですね。大丈夫なのか。でもそこまで降ってくるだけなら大丈夫そうか。時間制限ないんで、まあそんなに問題ではなさそうですね。やばい、なんかバニーも来たのか。やばい、なんか来てるな。みんな一緒に行こうっていう感じなのかな。さあ、そして、ああ、やばい、ひっくり返って、やばいやばいぞ。どうなってる。さあ、そしてこれを出ていく。最後、加速装置か。加速装置取れない。飛ぶよ飛ぶよ、飛んだよ。さあ、飛んでもまだいける。さあ、最後の加速装置行こう。さあ、むっちゃくちゃ振る、ダメだ。加速装置通っちゃダメだった。
くるくる回ってる。タイヤが壊れてるわけではないんですよね。加速装置取れないけど、まあそのまま突っ込みましょう。まあ問題なしなのかな、これは。さあ、これで突っ込んでいきます。よし、戻ってこれましたね。危ない。飛んでる飛んでる。飛んでる飛んでる。ああ、危なかった。さあ、戻ってこれましたね。よし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 。さあ、そしたらいろいろぶっ壊れたな。さあ、それに車のどこにもレムナントのエネルギー反応がない。あ、君は自由なもんだったと。なのに車とのつながりは消えてない。興味深いねと。さあ、これ以上は悪化はしないはずだ。理論上はねと。さあ、ここちょっと会話があるのでしばらく会話を見ていきましょう。Don't worry, it was Tobias's fault. He hogged the frequency all for himself yet again. You heard him too. I did. That means I didn't imagine that last conversation with Alan. And you know what else?What? That your theory was right. And Tobias called it. All that bluster, and he ended up showing us scientists a thing or two. Those moments we heard, they were all from the past. Being inside that well somehow allowed the remnant to access those imprints and replay them. But Tobias's voice wasn't from the past, it was from somewhere else entirely. But where? And how? No clue. Do me a favor. Once you figure it out,Don't bother telling me. I'm leaving the zone. I'm sorry, what? Alan came to tell me goodbye, and that I was forgiven 37 years ago. I didn't listen. So now, finally, I'm going to take his advice. I should have left the zone a long time ago. But if we solve this, maybe there's a way to speak to him again. I heard what I needed to hear.It only took me 37 years to listen. Anyway, all that sounds like a young scientist game. It's not for me anymore. Francis, you decide what to do from here. You can carry the torch and continue the research, or get out of this cursed place and find your own way. It's your decision. And Driver, you're free now. You can do what you want from here. But if you'll allow an old woman one last hope, stay here with Francis. There's so many more stories for the Zone to tell.And the both of you are young enough to listen. My ears are bad. And I refuse to hear them. I've removed all access restrictions to my systems, Francis. The helm is yours. Wait, I don't know if I can do this alone. You're not alone. You've got clear eyes, ears open to the impossible, and the driver. Dr. Cook, driver. It's been a pleasure.This is Dr. Ophelia Turner. Signing off. Abby? Abby! Really? Well, Driver, if you don't mind sticking around with me, Abby was right. There's still so much of the zone that we still don't know about. But with your help, we can tell those stories. I'm no Abby, but I'll do the best I can. You're no longer bound to the car.But it stayed with you, and will continue to protect you as you travel the zone. Go on, then. As long as you're willing to drive, I'm along for the ride.
はい、ということで、エンディングを迎えてしまいましたね。まあ、こちらの方はかなりいいゲームだったと思います。まあ、世界観もちょっとなんか異常現象の感じで、X ファイルとかフリンチとか好きな人はかなり好きなんではないかと思います。自分はかなり好きですね。まあ、操作の方とかも結構良かったですし、まあ、自分の車を改造してどんどんすごくなっていく姿とかも楽しめました。こちら、ちょっと終わってしまうのが悲しいぐらいですね。はい、ということで、なんとかパシフィックドライブの方はクリアできましたので、今回で終わろうと思います。おそらくこの後は、またいけるのかな？別に特にエンドコンテンツがあるとかはないと思いますが、まあ、行ってないところを出していって、まだ、できてないやつかな、まだ作ってない研究のものを作っていったりとしていく感じになると思います。まあエネルギーの方は結構一番下のやつ以外はたくさんあるので、解放しようと思えば、うん、アイテム揃えばいろいろできそうですね。はい、ということでこれで終わろうと思います。皆様ありがとうございました。Thank you.